今宵あなたを夜空へ誘う星座とギリシャ神話の世界へようこそ。寒さも和らぎ、気軽に夜空を眺められる季節になりましたが、春は水蒸気や花粉などで空が霞みがちです。おすすめは雨上がりの晴れた日、夜空を見ながら大きく深呼吸すると心も体もリラックスするそうです。今回は春バージョンパート2として、大熊座、小熊座、海蛇座、蟹座の物語を紹介します。皆さんも親子で、夫婦で、友人と楽しみながら星座を探してみませんか。まずはじめは大熊座です。大きな熊の姿をした星座です。お腹から尻尾の部分にある7つの星、柄杓の形をした北斗七星が目印です。北の空にあり、全星座の中で3番目に大きく、北東から獅子座とともに昇ってきて春の夜空を飾っています。北斗七星から牛飼い座のアークトゥルス、乙女座のスピカを結んだ曲線は春の大曲線と呼ばれ、春の星座のガイド役になっています。次は小熊座です。小さな熊の姿をした星座です。小熊座の星は北斗七星を小さくした形をしており、小尾尺と呼ばれています。尻尾の先にある二等星のポラリス、北極星が目印です。小熊座はほぼ一年中北の空にあります。北極星は古代より正しい方向を確認する星として用いられてきました。ギリシャ神話では大熊座は狩猟の女神アルテミスに仕えていたカリスト、小熊座はカリストの息子アルカスとされています。美しい乙女カリストは大神ゼウスに見初められてしまい、主人のアルテミスに変身し近づいてきたゼウスと結ばれ、息子アルカスを産みます。しかしそれを知ったゼウスの妻ヘラにより熊に変えられてしまいました。ある日、森の中で息を潜めて暮らしていたカリストと若者になったアルカスが出会ってしまいました。何も知らないアルカスが大きな熊を矢で射ようとした時、天から見ていたゼウスが二人を憐れみ、母のカリストを大熊座に、息子のアルカスを小熊座として天に上げ星座にしたそうです。ちなみに嫉妬深いヘラは星座になった二人を許すことができず、海の神に二人が海に降りて休息できないようにと頼みました。そのため大熊座と小熊座は地平線に沈むことなく人の空を回り続けているそうです。また大熊、小熊の尻尾がとても長いのは、ゼウスが二人を天に上げるとき、尻尾を持って振り上げたからと言われています。続いては、海蛇座です。海蛇座は、夜空に横たわる巨大な海蛇の姿をした星座です。蛇の心臓あたりにある赤っぽい二等星のアルファルドが目印です。南の空に長く伸びて広がっており、全星座の中で一番大きな星座です。アルファルドは孤独なものという意味があり、周囲に明るい星がないことから名付けられたそうです。ギリシャ神話では海蛇座はレルネーの沼に住み、9つの首を持ち、口から猛毒を流す恐ろしい怪物のヒドラとされています。ミケナイ王の命令により、英雄ヘラクレスがヒドラ退治に向かいましたが、一本の首を切ると二本の首が生えてくるため、なかなか倒せませんでした。そこで甥っ子に松明を持たせ、切った首の根元を焼き、死闘の末やっと退治することができました。ヘラクレスを嫌う大神ゼウスの妻ヘラがヘラクレスとの戦いを称え、ヒドラを空に上げ海蛇座にしたと言われています。ちなみにその後ヘラクレスはヒドラの猛毒を矢に塗り、一撃必殺の武器とし活躍しましたが、最後は自身もヒドラの猛毒で命を落としてしまったそうです。
最後は蟹座です。大きな蟹の姿をした星座です。甲羅の部分にある M44 プレセペ星団が目印です。南西の空の双子座と獅子座の間にぼんやりとした雲のように見えるのがプレセペ星団ですが、他に目立つ星がないため見つけにくい星座です。プレセペ星団は数百個の星の集団で、双眼鏡で見ると赤い星やオレンジ色に輝くとても美しい星々を見ることができます。ギリシャ神話では、蟹座はレルネーの泉に住んでいた大蟹のカルキノスとされています。海蛇座のヒドラと友達だったカルキノスは、ヘラクレスとヒドラの戦いの時、ヒドラを助けるべく参戦しましたが、残念ながらヘラクレスに踏みつぶされてしまいました。これを見ていた大神ゼウスの妻ヘラが、仲間思いのカルキノスを哀れに思い、天にあげ、蟹座にしたと言われています。ちなみに、ギリシャ神話では、同じ物語にも諸説ありますので、興味のある方は調べてみてください。以上、春バージョンパート2でした。次回、夏バージョンパート1もお楽しみに。